はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、桃太郎伝説2続きやっていきましょう。初見攻略見ずにやってます。で、レベル一気に上げてきました。やっぱ2人だと早いっすね。六角使って、まあ、1000人話しかけて回復して、また六角使ってみたいな、もうそういうの繰り返しっすね。はい、で、今回は仲間集めですね、やっていきます。この洞窟に犬と猿がいるらしい。またつづらの中に入ってるんですかね。シンプルやね。はい、シンプルっすね。あ、これが続く感じ。これじゃあちょっと犬見つけるまでカットしたいなと思います。まあ、犬か猿。犬いました。はい、犬発見。やっぱつづらの中にいましたね。下から階段が現れた。あ、これはもう普通に猿じゃないですね。普通に宝やね。はい、隠れ身の使いつつ。で、こっち。じゃあ次、猿見つけるまでちょっとカットしたいなと思います。見つけました。間違いないです。これです。犬の時と一緒っすね。階段ここにあって、まあ、次の階段がないんですよ。だからこれっすね。オッケー、猿発見。さあ、あとは出口やね。行くだけやね。あ、 OK、 出ましたね。よし、まず近くの村、潮吹きの村。桃太郎か。この村が鬼に襲われ、村人が苦しめられておる。一緒やね。はい、助けやってくれと。潮吹き鬼が潮吹き臼で村のみんなを苦しめてる。はい、小舟を差し上げることもできるでしょう。この村の奥にいます。了解。まずはこっちっすね。じゃあ話聞かずにもうボス行くか。装備違う。まあ、しっかり整えて。桃太郎上がるかな。じゃあ桃太郎は上がんないですね。で、あと防具。まあちょこっとなんですが、まあ変えとこう。ここはしっかり。獅子に変えたいね。はい、16アッパーでかいね。じゃあヤシャ姫も変えて。違う。焦らず押してこう。よし、これで OK。
こんだけおったら負けんやろ。地蔵がかばってくれるやろ。どこっすかね。どこだ。あ、おった。こいつか。金太郎や浦島どうした？それを聞いちゃうか。あ、結構ごっついっすね。パワータイプかこいつ。間違いないやろ。ふにゃら効くんかなこれ。まあまず、まあとりあえず打ちたいよね。50ポイント守備高っ。あー、効かん感じっすかねこれ。自動ナイス。ちょっともう一回だけやっときます。相手を見失った。マヌーサみたいな感じ。あ、そうでもないか。あ、いいね。地蔵がいいっすね。クを切った。そうか、攻撃いて。攻撃と守備がめちゃくちゃ高いんすね、こいつ。結構レベル上げてますからね。それでもこんな食らうんですね。あ、当たったか。オッケー、かばった。ナイス。あ、これでかいね。これ地蔵いなかったら結構きついっすよね。90くらいのダメージ受けて。よし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 。順調。地蔵最強説やな、これ。こうやってチクチク与えるしかないっすよね。痛えな、攻撃。あ、分身もあるか。桃太郎で84。稲妻とか効くんすかね。ちょっと打ってみるか。81か。うわ、痛えなこれ。ちょっと一回六角いっとこう。あ、 HP も高い感じっすかねこれ。オッケー、終わった。よし、これで新しいとこ行けますね。一雨ざっとくれば潮も流れてくれるのじゃろうが。手に届いたのか。雨が降り出した。お、ちゃんと虹ね。キラーン。良い行いが天に届いたようじゃ。はやて仙人のいおりが村の東にある。名残惜しいがどうやらここでお別れ。あ、地蔵と別れるんですね、ここで。
一気にパーティー減りましたね。いや、地蔵良かったんすけどね。次とりあえずハヤテの術を覚えに行って、マジかこれ。しまった、こいつ話しかけちゃダメだか。なんか情報はないっすね。ないか。まあとりあえず回復しとこう。まあこの辺も話しかけとこうか。お、来た。鬼の爪痕に向かうんでしょ。黒ガッパ出てくるん。キュウリ持っときゃいいんじゃない。違うんかな、この桃太郎伝説2は。違うか。ないね、キュウリ。戦いで使うと、武器を研いで一時的に攻撃力が上がります。砥石いいね。え、これ結構良くない？砥石買っとくか、これ。ちょっと買っとこう。高いけどね。まあとりあえず外出ますかね。村の東っすね、まずは。で、術取ってから。こっちやね。どこだ？この先か。あった。ハヤテ千人。味方の素早さを上げることができる。この術を覚えるのはヤシャ姫。はい、今回は。あ、かかってくるのじゃが。回復ないっすね。いけるかな、これ。分身でいくか。分身の術で。これでどう？押せ押せでいくぞ。天津飯みたいな動きでいくぞ。これいけるやろ。もう少し。あ、オッケー。終わった。楽勝でしたね。それでは行きますか。あ、これ隠れ蓑使った方がいいかな。これ隠れてますかね。効果ある？あ、ありそうやね。あ、地蔵か。ちょっと話しかけたいか、あれ。
歩いては抜け出ることができん。はい、オッケー。船は用意した。カッパ来た。逃げる。よし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 。どっちだじゃあこれ。こっち？こっちかな。ちょっと適当に降りてみよう。よし。アイテム預けてきた方が良かったっすね。さあこっち、こっちか。いけるね。ここ怪しいね。あった、村発見。ちょっと地蔵の話聞いてから。ああびっくりした。まさかり担いだ人間が空を飛んでいった。まさかり担いだ金太郎。どうやら南の方に落ちてった。南の方に落ちてった。こっちか。おった。これか。あと1000人の寄りありますね、向こうに。ちょっと話しかけよう。引っこ抜いてくれ。はい、オッケー。ダメだとはならなかったですね。大丈夫でしたね。ここも話しかけるだけで仲間になった。空を？釣り竿を持った人間が南の方に飛んでった。さらに南か。ただちょっとあの村寄りたいっすね。ただこっちも気になるな、これ。あーでもちょっと遠いっすね。先にちょっと村行こう。最近は人も空を飛べるようになったのかの。この前も二人南の方へ空を飛んどった。ここにもあるね。なんか行くとこ多いっすね。ちょっと先こっち行こうかな。うわ盗んだ。盗まれた。技寄せか。あ、またかかってくるっすね。よし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 。じゃあこれも分身でいこう。分身の術で。あ、でもちょっと強いね。いけるやろ。まあ、金太郎仲間になって次は浦島探しっすね。分身が強い。あーでも結構強いなこいつ。まだ余裕そうっすね。なかなか筋がいいぞ。今のは聞いたぞ。ナイススイング。いつも言ってますね。
まだか。よし、オッケー。こっち戻ってきました。とりあえずこの村っすね。本当は先にここ行かないとね。お、スズメのお宿か。はい、まあ余裕っすね。超えてます。5000両。5000両はでも高いよね。でも六角の玉当たりやすいっすね。はい、まあとりあえず OK。 ちょっとまずは金太郎っすね。金太郎の装備整えたいっすよね。ああ変わんないっすね。金太郎、あ、金か。で、獅子。はい、とりあえずこれで OK。 じゃあちょっと話聞いて、キュウリが好物だからキュウリをあげると動かなくなりますよ、やっぱり。この2でもあったか。あー売ってました、ここに。 あと早見さん玉5000円で売ってるんですね。これ欲しいよね。ウサカメの村、風神が村人をいじめてる。絶対浦島おるやろこれ。間違いないやん。浦島が助けようとしとるやろ、風神と戦っとる感じかな。戦おうとしとるみたいな、そこに合流みたいなね。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。次はそのウサカメの村からやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。